はい、お便りレコード吉川仁です。お便りレコードミノルです。はい、今日はですね、ビートグランプリの、はい、話題についてでございます。はい、先ほどですね、というか前回、10月4日が、まあ、締め切りだよっていう動画を撮らせてもらいましたけど、はい、まあ、かなりお買い得なので、はい、はい、その気がない人でも応募した方がいいレベルですね、うん、これはね、はい、でも、本当遊びに来てほしいですね、いうことでございますので、はい、間違って決勝に通っちゃったりしてね、はい、それはそれでも、うん、それはそれでいい、はい、で、一応ゲストなんですけど、はい、この前、第1弾の発表があったんで、はい、動画でも報告をしておきます。ビートグランプリ、正式名称ですけど、ビートグランプリ2019ボリューム3、ボリューム0回大会があったから、実質的には4回目ということになりますね。ボリューム3、サポーテッドバイ、チューンコアジャパンですね。の、ジャッジですね。第1弾発表ということでございます。まず司会。はい。はい。もうビートグランプリと、言えば、あの人と、ですね、いうことでございますけど、はい。はい。ユーザーロック。はい。今年も、はい。はい。今年もご快諾いただきました。ありがとうございます。本当にビートグランプリのことを、本当に考えてやってくださるんで、本当にありがたいなって。はい。もうずっとユーさんですからね。そうですね。はい。うん、この前も一緒に渋谷でピザ食べました。だいぶ仲良くなりました。はい、で、じゃあジャッジなんですけど、はい、ハズさん、はい、ですね。もうビートグランプリの、第1回からお世話になってますけど、まあ1回大会は確か DJ もやってもらったのかな、うんうん、ハズさんにお願いをしました。はい。はい、実はですね、クラウドファンディングをハズさんがやられてて、そうですね、イベント出てもらえる券っていうのがあったんで、はい、それを買って、でビートグランプリで使っていいですかっつって、あ、そうなんですか。そう。っていう裏話があります。ああ、はい、なるほど。うん、で、その次なんですけど、あ、そうそう、で、毎回、前回大会の優勝者は、もちろん、なんか物理的に出場できない、出演できないっていうことがあったら、っていうのを除いて、基本的に前回大会の優勝者は審査員に加わってもらってます。はいはい、ということで、当然、前回大会で、ものすごいかっこいい曲を披露してくれた、国宗ですね。若干無口な不思議なオーラがありますけど、はいはいはい、国宗は、はい、審査員として入ります。はい、そして、はい、この方はかなり 大御所というかですね、もう日本のハウスシーンを作ってきた、来られた、もう偉人と言ってもいいでしょうね、はい、高木村さんが、来てくれます。はい、そうですね。まあ、結構、四つ打ち、なんか、ビートグランプリビートみたいなさ、はい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 、ああいうのが、僕はもう、僕が、まあどんなので応募してもらってもいいんですけど、なんか、ビートグランプリビートみたいな、なんか、そんな感じになってるっていうか、ビート系とかって言ってさ、ビート系って何みたいな、はい、ビートってな、ビートはビートなんじゃないのみたいな、考えを僕は持っていて、だから別にマジでユーロビートとか、はい、イニシャル D みたいなやつの、全然いいですよね。で、ガーンってきたら、はい、なんか、やばいじゃん。それはそれで。とか、本当にアンビエント、ビートがないのもビートじゃないですか。だから本当にもっと自由にすればいいのになとか思いながら、でそんな中でも、四つ打ちとかのクリエイターの人とかが、なんか遠慮してる気がしていて、あるんですよ。テクノも EDM とかも、ディープハウスとか、テックハウス、ミニマルハウスとか、ミニマルテクノとか、ガバとかもいろいろあるんですけど、はっきり言って、そんなに、これ絶対通るだろうっていう人がいないだけなんですよ。
で、なんかガチでなんかこう作れる人とかって多分なんかちょっと様子未だに見ててとか、ちょっとこれ違うな、僕のとこじゃないなとかって勝手に思われていて、あの結果的にそうじゃない子たちが残ってるから、そういう色になっちゃってて若干困ってます、正直。困ってるとか意図してないです、それは。もっと自由でいいと思って、なんでまあちょっとコウさんにお願いして、あんまこうヒップホップとか寄せてもしょうがないので、コウさんにお願いしました。そしたら、まあ快諾いただいたんですけど、5ヶ月前ぐらいとかに一度木村コウさんと一緒にイベントさせてもらった時にですね、結構夜中までずっと話をさせていただいてて、その最初はヒップホップのスクラッチ DJ としてやってたんですよ、コウさんって。そういうこと全然知らなくて、僕。僕も知らない、ね。だから、いろいろさ、ちゃんと聞ける耳は、なんかもう四つ打ちの人っていうふうじゃないので、そういうところもお願いしたきっかけになりましたね。いうことです。そして、なんとですね、前回大会に、前々回か前回大会前回ですね。前回大会にフラッと遊びに来て、もらって、村上さんの計らいだったね、あれ確かね。グラミー、ノミネートを、果たした日本人ということで、ビートグランプリの目標っていつかグラミー賞に関わるアーティストを出したいっていうのが目標なんで、うん、まさにその目標の人なんですけど、スターローさんが、来てくれることになりました。なので5人ん4人か。4人。今のところ4人です。はい、まだ第1弾、はい、アンドモア。アンドモア。ということなので、はい、です。で、結構、いろんな、なんていうかな、公平性はまあ基本的には保てないんですけど、ジャンルの好き嫌いとかあるから、ただ、この方々って、かなりやっぱ幅広い、うん、音楽に理解がある方なので、なんか受けようと思っても結構難しいっていうか、例えばなんか結構前回大会とかもラッパーの人が思いっきりテクノの風味のやつに手を挙げてたりとか、まあみたいな、逆に自分の好きなジャンルが厳しいみたいなさ、そうかもしれない、うん、のがあったりとかするので、あんまり変に意識して作らない方がいいと思いますね。似た曲になっちゃうんで、はいはいはい、なんか自分の本当好きな、なんか独創性に富んだ、なんか曲が聴きたいなとは、まあ、僕が審査するわけじゃないので、あれですけど、は思います。はい。まあそういう感じでございますので、まあゲストの方々はもうよろしくお願いしますということで、また第2弾のゲストの発表ができればなというふうに思ってます。はい。はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。